キトチャンネル。よっ、寝起きのテキトです。はい、というわけで今回はですね、レインボーフレンズストーリーというゲームで遊んでいきます。つまりレインボーフレンズのストーリーゲームっていうことですね。なんで、ま、今まで多分レインボーフレンズのゲームたくさんやってきたんですけど、ストーリーゲームはやったことない気がするんで、今から初のレインボーフレンズのストーリーゲームで遊んでいきます。この動画を始める前に、レインボーフレンズのストーリー、果たしてどんな物語が広がってるのか楽しみだなと思ったら、グッドボタンよろしくお願いいたします。なんかこのね、サムネイル見るとわかるんだけど、この色が失われてるんですよ。つまりこれ、レインボーフレンズの色が失われるということではないでしょうか。やっていきましょう。テキトチャンネル。いや、マジね、今起きたばっかなんですよ。なんでね、変なこと言ったらごめんなさい。もうね、ほんと寝起きで、え、なんかブロックのレインボーフレンズいる。キモ。あ、ブルーペットだって、かわいい。キモかわいいからの幅、早いな。医療、テディベア、懐中電灯。なんかアイテムとかも取れるみたいですけど、まあ、とりあえずパ、ペルペル連れてって。あ、とりあえず、じゃあやりましょうか。お、バスに乗ってく系か。お、いいですね。個性豊か。いいね。え、かわいい。なんか、かわいい女の子いる。すごくない？顔。ぷくってして、めっちゃかわいい。お前はかわいくないよ。いや、でも、やっぱりこうやって見ると、適当なアバター一番かわいいですね。さあ、出発した。おい、いいですね。さあ、バスに乗って、レインボーストーリー、開始。お、なにこれ？え？なんかめっちゃ積み上がってるけど。え、なんかこう、ボーリング場、おい、ちょっと待って、ボーリング、私、弾じゃないよ。え、これ何これ、ボーリングできんの？え、お待ちください。あ、なんかいる。え？なんか、俺の、なんか知り合いがいるんだけど。え、なにこれ？お前らこっそりやってるんか？え、なにこいつら？あ、俺の T シャツ着てる。え、なにこれ、フレ、え？この人たち何？あ、なんか喋ってる。E さん。いや、みんな、ついにボーリング場に来たんだ。楽しんでる？そうだ、きっと楽しいことだろう。ん？うん。まあ、日本語、ちょっと、怪しいね。よし、コーヒーを飲むよ。何かを飲んだり、一緒にコーヒーを飲んだりしてね。なるほど。なんか飲み物飲んでねってことか。え、飲み物飲みたい。ちょ、今、ちょうど寝起きでね、飲み物飲みたいんだよね。オレンジジュースとか飲ませてくれ。お、ボーリング？ん？真ん中で線があったら、ストップ。あ、緑で押すってこと？はい。ん？投げるのが上手。ありがとう。え、なにこれ、え、ボーリングできるじゃん。微妙だな。ちょ、もう一回やらせてくれ。コスト5。5ドル払ってやるか。いくよ。はい！あー、微妙だな。これストライクいけるか？ストライク、ストライクいけ！頑張れ！ストライク出せ！いけ！3個しか倒せないんだけど。ちょ、待って、結構楽しいぞ。ちょっと、これ関係ないんだろうけど、ちょ、これストライク出したいな。はい！お、投げて最高！これストライク出たんじゃない？いけ！かませ！なん、6ピン。じゃ、この、ラスト。いくよ。いきますよ。真ん中。はい！最高！ど真ん中！これストライクでしょ。いけ！あ？早く早く早く！ 2 秒しかない！どう？おい！ピンに当たってませんって嘘つけ！ああ、もうすぐ夜の7時だ。もう戻るべきかな。まあ、ボーリングね。そんなに、なんか5ゲームとかやるゲームじゃないからね。お、いいさん。すごい歩いてる。いいアイディアだよ。家に戻ってゲームをしようか。ああ、そうだ。スケートボードゲームをするのが待ちきれない。お、次はまたゲームすんの？今の子は元気ね。よし、行こう。さあ、E さん。E さん、これ何者なんだ？なんかすごい嫌な予感するんだけど。え、E さん、服ダサ。E さん、服ダサ。おー、すごい。すごい。なんか猫のやつがすごい歩き方してんな。なんか家、ちょっとカビ生えてない？大丈夫かな？よし、家戻りましょうか。さあ、家でスケートボードゲームをするらしい。今んところレインボーフレンズ要素はないですね。さあ、家に来ました。お、なんかマインクラフトみたいだな。うわ、なんか本、俺こういうのやだ。こういうなんか本が乱雑に置いてあるのすごい嫌だわ。気になる。これ片付けたくなる。よし、誰がゲームをプレイする準備ができてる？お、プレイステ5だ。え、やりたいやりたいやりたい。俺プレイステ5持ってないんだよ。違う、なんか画面、高そうな画面。曲がってるよ。すご。すご。待って。あ、ゲームできる。なになになに、どうすればいいの？あ、ジャンプできる。なにこれ、これがスケートボードゲームってことか。ジャンプ。なるほど。またゴミ来たからジャンプ。これでゴールにたどり着けばいいんだ。なんか奥の月めっちゃ綺麗だね。はい、ジャンピン。いいよ。え？何このゲーム？
このゲーム何？なんかすごい、さっきからボーリングとか、なんかこういうスケートボードゲームとかよくわからんのやらされてるけど、この時間なんだ？はい、これでジャンプして、これ奥はあんのかな？あ、でももうすぐオレンジだ。これ家まで行くってことか。これ左のやつはオレンジだよね。はい、もうすぐ家着きます。ほい。あ、ここじゃないの？え、何これ？お、なんかトンネル来たよ。来た、ゴールじゃない？おー、ゴールしたっぽ、かわいい猫。猫かわいい。わあ、あのゲームは楽しかったね。楽しかった。楽しかった。うん、わかってるよ。とにかく、コーヒーを入れる。イーさん、コーヒー好きだな。どんだけコーヒー飲むんだよ。どこ、イーさん。もうイーさん、イーさんコーヒー飲んでなくない？コーヒーいかがですか？まあ、飲みますか。まあちょっと喉乾いてるね。まあ私ね、実はコーヒー飲めないんですよ。あのコーヒーの味好きなんだけど、コーヒー飲むと気持ち悪く気持ち悪くなっちゃうタイプなんですよね。お、コーヒー本当に美味しい。どうしてサンドイッチがないんだ？え？火がないんだ。え？真っ暗になった。あ、やった、照明じゃないよ。情緒大丈夫？でも外明るいから別に暗くてもいいんじゃない？すみません、今何が悪いのか確認しに行きます。なるほど。なんかブレーカーが落ちちゃったりしたのかな。お、一緒に行こうだって。どこに行くの、イーさん。お、なんかその暗くなった原因を探しに行くのかな。なんで外行くの。電力回路までイーさんを追跡する。あ、このブレーカーを確認するってことか。はいはいはい。どうだ、どうなってる。大丈夫そうだ。大丈夫じゃねえんだよ。あ、でも電気ついてね。というかこの色が夜は変だと思ってる。え、どうしたの。みんながすごい叫び声聞こえてる。男の人の、みんな聞いたか。聞こえた聞こえた。なんか男のなんかあーみたいな声が聞こえたね。どうしたん。でもこのゲーム、なんか色がなくなるみたいなゲームだから、色がなくなるのかな。いや、彼は私の隣人だ。じゃちょっと探しに行こうか。大丈夫ですか。すいません、なんかすごい叫び声が聞こえたんですけど、なんかうんち出ないとかですか。よし、ついてきてくれ。何もしないでくれ。まあ、イーさんの友達だからね、俺らが話しかけても何もないと思う。さあ、大丈夫ですか。でもなんかすごい暗い。大丈夫、なんか椅子とか倒れてるけど。さあ、でっか猫。これよく、ちょっと見づらいけど猫の絵なんだよね。怖くない？こんなでかい絵。怖っ。走れ。何？誰？何？なんか追いかけてる。何？何？何？え？やあみんな。え、何？君は誰？何？今なんか黒い人間みたいな人で出てきたよね。どうして命を救ってくれたんだい？でも本当に何が起きてるかわかんないんだ。混乱している。今何をすればいいんだ？今なんか上からなんか追いかけてきたんだよね。僕の名前はサマー。夏。なるほど。サマーさん。このサマーさんが、今、この鉄砲で、追いかけてきた人間を撃ってくれたんだ。なるほど。このカウボーイみたいな人が、サマーさん。こんにちは。まあ、今はウィンターですけどね。聞いてくれ。大きな問題が発生している。お、問題が発生している。なんだ？地球から来た誰かが三次元へのポータルを開いた。ドラえもん？呼ばれるもの、地球。黒と白の楽園。ほう。合計3匹のペンダントが必要。オールドワイルドウエストで一番強い。難しい話してるけど、とにかくなんか2つ、残り2つのペンダントを見つけると、その地球が平和になるってことかな。で、もし、その敵が地球を乗っ取ったら、すべてが黒と白の世界になる。つまり色が失われるってことだね。もう生き残ってるのは俺たちだけしかいないらしい。よし、じゃあまず一つ目のペンダントを手に入れるって感じかな。最初に行って戦うものを探すべき。なるほど。こうやっていろいろこうタップして武器を探すんだ。お、野球バット。野球バット拾ったよ。そして、ハンマー。いいよ。あとは、便器。オッケー。ハンマー手に入れて、あとなんだろう。これはバット。なるほど。いろんなのを手に入れるんだね。はい。よし、準備できた。さあ、武器を持ってね、敵を倒しに行きましょう。さあ、外出ましたね。これでなんか車の、徒歩徒歩で行くの。お前、マジか。お前、車持ってねえのかよ。マジで。でもこんな、結構人数いるね。この人数だったら倒せんじゃねえかな。敵がどういうのかわかんないけど、ブルーとかが出てくるのかな。2時間後。車で行けよ、それは。2時間かかんなら車で行けよ。うわ、森来たよ。さあ、これ。いや、みんな。疲れてる人いない？いや、2時間歩いたら疲れるぜ。いつも疲れてるよ。いや、そうだね。よし、いいぞ。しばらくここにいられるよ。ここは休憩するのに最適な場所のようです。
火をつけるために資源を集める必要がある。なるほど、ここでねやっぱり火をつけないと動物とかが集まってきちゃうから、休憩するために火を燃やす材料を集めるって感じかな。さあ丸太を見つけましょう。岩と丸太を見つけるらしい。あ、こうやって持ったら重くないこれだいぶ重そうだけど、テキト君力持ちですね。さあ、岩を置いて、おい、こいつらめっちゃ疲れてるやん。ふざけんな、やってくれよよし、じゃあ石とか持ってきます。バセ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 。お、さあ完了しました。大丈夫、そこお前そこにいたら燃えるよ。大丈夫か。あ、わ、いいね。わ、じゃこういうのね、俺経験したことないんですよ。皆さんありますか？こうやって丸太を敷いて座ってこう、いやー、人生というのはね、みたいな。いやー、何も持ってないよ、ごめん。いや、お腹すいたね、確かに。お、なんか食べ物、お腹すいたから食べ物を集めに行くのかな。あと42分。あと42分以内に世界を救わないといけないってことかな。よし、このペンダントはこの研究所のどこかにある。お、研究所こんな勝手に入っていいのか？ここに悪魔はいないよ、ありがとう。何言ってんの急になんか急になんか宗教人みたいなこと言ってんだけど。あ、この人についていくのか。サマ、ここはロックされている。まあ鍵かかってるよね。でもここなんかブルーとかいそうじゃない。で、何生意気だな。このドアを開けるものを探してみよう。なんか ボタンとかあるんじゃないかな。なんか薬品で溶かすとか。違うな。ボタン見っけ。やった、よくやった、できた、ありがとう。さあ、ドア開いた。え、大丈夫、なんかボス戦みたいな会場に着きましたが、大丈夫ですか？ほらほらほら、俺コーヒーしか持ってない見て、コーヒーしか俺持ってない。行って色を見せて。なになに、俺戦闘やだ。あ、色が消えてきてる。待って、なんかだんだん色が霞んできてる。しないしないしない、おら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 、いけ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 、倒せ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 、やばい、みんな頑張ろう、みんな頑張ろう、やばい、どんどん色が失われてる、どんどん色がなんかなくなってきてる気がする。倒せ倒せ、これ一匹一人ずつ倒した方がいい、絶対一人ずつ。よし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 、いいぞ、倒せ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 、やばい、 HP どんどん減ってる。ナイスナイスナイス、オッケー。あ、ほら、なんか色がすごい低くなってるって。この先にペンタントがあるらしい、行こう。ん、科学者なんだてめえ。見て、大きな古いワイルドウエストボーイのカウボーイ。あ、ペンダントつけてる、これだ。これを3つつければ、3つ見つければ世界は救えるんだ。頑張りましょう。3番目のペンダントはどこ。なるほど、こいつは1個しかペンダント持ってないって感じかな。いやー、なんかほら、え、なにこいつ、わーわーって。よし、自分で取ると思う。あー、戦いね、はいはいはい、なるほど、悪魔と科学者を生き残る。なるほど、この赤くなってる部分を避けていくと、で多分あいつらを倒せ。あっ、プレッ、え、なにこれ、見て、本本本本、こういうアスレチックみたいなの得意だぞ。さあ、避けて避けて避けてって、多分攻撃するチャンスは絶対にあるはず。うん、あぶね。さあ、これでパワー使用、あぶね。このパワー使用量っていうのが今13なんだけど、これがどんどん減ってくってこと。え、パワー使用量28。あ、これ100にさせんじゃない。100にしてオーバーヒート、いて、みんなで、まあね、生き残ろう、頑張ろう。でもまだいっぱい生き残ってる。ここまでなんかみんな生き残ってるの珍しいな。頑張ろう頑張ろう。ほい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 、いいぞ。あひん。さあ、これでパワー使用、あぶね、いて、やばい、これ食らったか。この火の玉速くて難しいな。わお、君は思ったよりもよくやってるね。やばい、パワー 55%。 さあ、どんどん力が強くなってる。逃げろ逃げろ逃げろ、分散した方がいて、ほいほい、やばい、どんどん速くなってる。ほん、え、ほ、え、難しいこれ。はい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 、あ、危ね。いや、これ速いんだよな。逃げろ逃げろ逃げろ、ちょ、分散した方がいい、みんな同じとこ来ない方がいい。どうして死なないんだ、それは俺らが主人公だからだ。さあ、パワー使用量 73%、 頑張ろう。 100% になったら多分あいつらはオーバーヒートして死ぬんだろう。早っ、え、待って待って待って、やばい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 、それはやばい、早すぎるって。はい、行って、待って待って待って、やばい、え、ちょ待って、これクソ早すぎね。やばい、一人死んでる。まあ、どんどん色が失われてる。もうどんどん白黒の世界になってきてる。まずいぞ、早くこいつら倒さないと。やばい、パワー使用量 99%、 まずい。もうこれでも、これを抜ければ多分勝てる。行って、やばい、大丈夫か、これはやばいんじゃない、早っ、早っやばい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 、早すぎる、あまりにも早すぎる。はい、いて、ほほほ、ひー、よし、勝ったか、あ、まだだ、火が飛んでくる。でもこれを避ければ多分勝てる。
HP あと60しかないよ。いけいけ、頑張れ頑張れ。俺らは生き残れ、イグロ、俺らは生き残れる、頑張れる。よし、あともうすぐだ。さあどうだ、勝ったか、どうだ、来た、どうだ。アイテムを回収しよう。よこせ、ペンダント、これじゃないか。え、二人とも死んだ。そして地球は白黒になった。え、今は少なくとも3人のペンダントがある。何かできることあるかい。確かに3つペンダントはあるんだよね。人間の犠牲が必要だ。世界のどこから見ても最強のものだから。つまり君は夏は、うん、助けてくれてありがとう。え、サマー、もしかしてお前自分の命を犠牲にして、これらのペンダントを一度に破壊にして、え、どうしよう。でもサマーが死にたいって言うなら、サマー色を戻してくれ。サマーの命を使って世界を救う。どっちにするかだよね。世界を救うか、その白黒の世界で生きるかみたいな。サマーありがとう、一生忘れないよ。みんな色戻る？色戻った。ちょっと鳥肌立った。サマー、4日後かな。やあ、ようこそ。調子はどうだい？イーサン、てめえ、お前が犠牲なれ。よし、ゲームをプレイする準備はできたか。お前さ、サマーのこと忘れたんじゃねえだろうな。ゲームをプレイしよう。お、ここでゲームをするっていうのは何か意味があるのかな。さあ、やってみましょうか。でもとりあえず白黒の世界は救えたんだよね。なあ、あのカウボーイサマーのことを考えてるのかい？うん、正直なところ毎日のように。あ、イーサンも、まあ、サマーのことは忘れられないんだ。うん、分かってる。とにかく言ったように話さないようにしよう。まあこのことはね、もう秘密よ。さあゲームを始めよう。サマー、ありがとう。サマーのおかげで世界を救われたカラーズ、素晴らしい。これはグッドエンディングってことだよね。はい、というわけでね、ちょっと待って、おい、レインボーフレンズは？おい、レインボーフレンズ、おい、ここにレインボーフレンズいるだけか。レッド、ブルー、イーサンになる、カウ、クールボーイになる。なるほど、なんかなるとかもあるんだ。これをやってストーリーゲームをプレイするとなんか変わるとかあるかな。99ロバックス。じゃあもしちょっとね、この動画が好評だったら、ブルーになって世界、あ、このストーリーもう一回やってみようかなと思いますので、皆さん、ここまで見てくれた方、そしてクリアすることができたので、チャンネル登録と、そして高評価、グッドボタンをよろしくお願いいたします。皆さん押してくれましたか？ありがとうございます。そしてこの世界、白黒になるはずだった世界を救ってくれたサマーに敬意を示しましょう。というわけで、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。